さて、アフタースクールだからまだなんかできんのか。2642。飯食いに行くか。DHA を求めて。岩戸台駅前かな。あとあれだね、爽やかなあの炭酸ジュースを多分寮で売ってるはずなんで、そこで飲むか、飲むというか買うか。ていうかこれいけるかな、無理かな、いけるね。じゃあこれで学力アップ。どうよ、はい、帰ってきました。タルタロスね。ん？純平と同じく退屈で死にそうだ。アキコ、私を怒らせたいのか。いや、そうなんですよね。あと2日って書いてあるんですけど、行くか今日ね。ちょっとじゃあセーブして行こう。で、イオリンのレベルを上げたいんですよね。これ見とこうか。大牛座のあなた、今日のラッキーカラーは青です。今日終わりました。あ、始まったな。スキップしていると良いことが起こるかも。なるほど、笑っちまうわ。そういや、警察で売ってるアイテム変わってたりするのかな。仲間の様子見る。いや、詳細はいい。じゃあ行くか。あとはその2度も。で、イオリン、タケちゃんもレベルを上げて。よし。装備を確認。どうすっかな。イオリン、いや、こ、どっちにしよう。ハートチョーカー合戦 20% アップね。ハートチョーカーは、なるほど。じゃあ合戦しとくか。戦闘棒いいよ。じゃあ行くか。探索状況を聞く。最高到達回数は10回。じゃあ行く。行きます。これから行ったらいいよな。あ、ボスだったっけ？なんかそんな感じがしたな。違かったかな。あ、やっぱそうね。フロア中央に反応が3体。どんな敵だ？指か。指輪してる。ちょっと待てよ。これいけるのか？たるんだ覚えてないんだよな。いけるか。
で、斬撃見切りを装備してると。ちょっと待って、ちょっと待って、エクイップね。斬撃見切り、斬撃してこないんだよな多分、指だから。まあいいや、行ってみようか。行くぞ。よし、これどんな敵だ。ここ一帯の番人が強いぞ、慎重に。ラジャー、まずはじゃあで、了解、分析してみる。少し時間がかかる。そうだな、どうすっかな。スラッシュでまずちょっと調子見てみるか。斬撃はありえないかもね。ちょっとアギで行こう。こっから吸収されると困るな。食らわね、全然食らわんだ。斬撃、斬撃食らう。うんうん、おっと、あー見えないな。ふふ、うわ、うん、ちょっと待って、まずか。うん、そうか、ブフ使ってくんだよね。じゃあね、ペルソナ、ちょっと待って、でもブフだけじゃないでしょこれ。ボルフェルスは炎。じゃあアプサは氷だし、ブフしかない全然上げてねえな。まあ仕方ない。スキルはカディンスだと。回力を上昇しってことはこれいいかもね。ちょっとやってみようか、カディンザ。よし、どれぐらい増えるのかな回避率。 OK、 夫婦か、ゴイゴイゴイ、食らわねえよ。アギか、チキショ。テンタフラー、混乱、混乱だよなこれ。いけるか、いけたな。よしよし、オッケー、アギも回避できるね。オッケーオッケー、かなりいいな。竹場が混乱している、パトラー使えない。いや俺も使えないんだな、パトラーの石あったかな。ないな、混乱回復はないです、ないです。じゃあ斬撃でいこう。1体倒すとかなりいい感じだと思うんで。よしよし、いいな。おう、回避率戻った。うん、じゃあこれもう一度カディンタ使って回避率上げる。ってことはこれ、まああとでもし死んだ場合は最初からカディンタ使ってると相当ね、いけそうな気がする。大きいぞ。またか。よし。まずい、竹馬が危ない。まずいな。傷薬でいくか。どれぐらい？ 50。ありがとね。厳しいな。倒せなかった。よし、こっち来い。オッケーオッケー。アギか。大丈夫。やばいぜ。マハガル。おい、しっかりしろ。はい、じゃあ再戦します。レベル低いかな、ちょっとこの辺りが分かんないですけど、カディンツァをまず先制します。ここ一体の番、スキル、まずはペルソナチェンジか。ペルソナ、なんだ、アプサラスね。これでカリンツァ、これで回避率上がるんで、いろいろ都合が良くなるんじゃないの。よし、
ト。オッケー。倒せなかったか。おっと、マジか。よしよし、危ねえ。立ち上がった。大丈夫か。もう一回カーディンザ行こう。なあ、ちょっとレベル低すぎんのかね。回避率の重ね掛けっていうのはできるんですかね。ケンタフラッタ、よし、オッケー。ミオリンが生きてるんなら、よしよしよし、クリティカル。まだやるぜ。これ行くんじゃない。あーっと一発か。よし、ミオリン、ナイスじゃないか。オッケー。どういく？アタックしかないのか。アタックしかないみたいですね。おっと、マジか。おうおうおう。よし、あ、まだか。やばい。大丈夫か？はい。オッケー。カリンザ1体でも倒せればだいぶ楽になる。頼むよ。よしよし、またなんか CPU がうなり出した。ちょっと待ってね。よし、行こう。カディンザ。あと2回。これで1回。これで、イオリンの斬撃で、あ、でも勝たないか。あ、ほら、やがった。ドジったぜ。やばいな。よし。よし、まず1体。集中できなくてはペルソナが使えない。うん、大丈夫大丈夫、1ターンぐらいなら大丈夫だ。今のうちに回復するか。クラフソード1個しかないんだね、残り。よし、 OK、 ラッキーだわ。よし、まあ仕方ないな。アタックで、これ見たかな。了解、分析してみる。そうか、さっき死んだからね。よし、全然食らわない。おお、やばい。やっと。オッケー、あぶねー。 Thank you。 よし、これでカディンザ発動。限界でしょ。よし、大丈夫。やっと。何？かわされたか。え？かけてなかった。ここだったら傷薬でいいかな。ありがとね。まあ、測る。よしよしよし。OK、 あと2発か。回避率下がってないよね。だったら俺もペルソナでスラッシュ使うか。
猫また。これで多分倒せるでしょ。頼むぜ。おう。ナイス。うん、ここまで来たら大丈夫だな。で、保険としてやっぱりカジンタは使ってきて、アップサラスにしてカジンタ結構いいね。うわよし、もうここ余裕でしょ。 OK 来たか。今だ、ガチも倒せないな、倒せないだろうな、まだ結構タフだもんね、60か。よしよしよし、あー、ダウンしてるか。待ってよ、HP 見れないんだな。あともうちょっとなんだよね。だけどもうやっぱちょっときちんとやっておこう。よし来い。閉じたぜ。曲がる。はい。ああ回避できない。よし、じゃあもうここはセリコのチェンジして猫股にしておこう。で、ディアで自分で回復。イオリンのフラッシュで多分倒せるじゃないのかな。頼むぜ。よし、やった。まこんなもんよ。マハジオチーム経験値ないな。よし、どうする、行くか。チューインソール、まあ、軽く行ってみようかな。チューインソールって何、ソウルっていうからにはスピリットポイント回復かな。アイテム、あ、これか、 SP を中回復ね。よし、じゃあちょっと登っていきます。雰囲気は変わったか。うん、なるほど。まあ、個別戦闘で、敵から得られる経験値は戦闘に参加したメンバーで分割されます。なるほどね。だからパーティー3人の時は3分割してるんだな。はいはいはい。でも余裕なのかな。余裕だったらいいけれど、多分そんな感じになさそうですもんね。敵シャドウは1、うん、先制攻撃のチャンスだ。あ、これまだ見てなかったか。了解、分析してみる。少し時間がかかる。何だったっけ。とりあえずアタックするか。よし、ウェイ。総攻撃チャンス。この敵は多分でも一人じゃ無理だろうな。ボロボロになるか死ぬかどっちか。よし、よくやった。こっち、ああピクシーか。さてと、何もない。まあ戻る場所があったら今回はそれで終わろうかな。
どっちもいたかな。左の方に向かったら、余裕かな。後ろから見るの初めてかもね。ちゃんと見るのね。よし、さすが俺。よいしょ。ほっ、まだ先にもいるな。なんかいる。敵艦隊、動揺してるやつがいる。畳みかけろ。了解、分析してみる。少し時間がかかるぞ。よし、いい攻撃だ。私だって。なんだあの剣刺さってるの。あと一体だぞ。さすがゆかりっち。刺された。やっと。うん、そうだな、ゾンビ系なんで多分燃えるだろう。よし、さすが。うん、そうそう、さすがっす、さすがっす。こっち向いてるな。よっしゃ、向こう向いた。おいっとー、どう。まあいいね。18しかないんだけど、上げていくか。さらに敵を撃破。やるな。で、オルフェイスにしとこうか。104なんだよな。ピクシーはラクンダ覚える。ラクンダ覚えるか。戦闘終了したときに、選択してるペルソナのテイクにチェックいうことなんで、しばらくペルソナピクシーでいきます。うん、こっち。金だかね。グラディウス、グラディウスか。さてどうしよう。戻りたいな。戻れるな。俺の方が早いでしょ。何クミニアドバンテージ。やめろ。よいしょ。分析してみる。少し時間がかかるぞ。よし、あと2体だ。で、弱点が。なるほど、ヒトミズね。トランスツインズ。竹馬が敵を撃破。お、ナイス。終わったか。あ、まだね。ちょっと回復しつつか。オッケー。うん、自分で。よし。はい、じゃあ今回ここまでにしますか。切り上げよう。戻る。いやー疲れたね。まあ調子悪いわけじゃないか。この状態ででも回復はどうすんだ。まあ分かんないな。まあいいや。
レベル80。うん、リパトラー混乱回復か。なるほど。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。満月の日まであと2日になりました。おそらくね、ボス戦だと思います。どんなボスなのかちょっと分かんないですけども、なんかね、このタルタロスの途中にこう配置されてるボスとはちょっと違うんじゃないのかなと。若干強く設定されてるような感じもします。まあまあ、結構レベル上げたんでね、大丈夫だと思うんだけど。はい、それでは、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。